Thank you.
吹奏楽のために書いたので、まあ、ざっと50名ぐらいですかね。50名ぐらいの編成の、まあ、いろんな楽器とかいろんな人がいる中で、それをこれから4人で演奏すると、ね、かなりハードな編曲にはなっているんですけれども、まあ、時にはトランペットになったり、時にはフルートになったり、オーボエになったり、なんてね、こういろんなあとは、まあ、そんな